それでは次にそのクラウディオ・アバードの演奏でマーラーの交響曲第10番をお聴きいただきたいと思いますが、この交響曲第10番は1910年の夏に作曲が始められましたが、まあ、結局未完成に終わってしまって、このアダージョだけが完全な形で残って、まあ、その後いろんな人がこの補作を試みまして、1972年にいわゆるクック版という、デリック・クックというイギリスの音楽学者が全曲の復元を可能に復元をしまして、まあ、最近はそのクック版で演奏されることも多いわけですが、まあ、しかし今日お聴きいただきますのはその全5楽章スケッチで残されている全5楽章のうちの第1楽章アンダンテ・アダージョの部分です。まあ、この甘美な旋律、そして独特な呼吸法を持つアバードがマーラーのアダージョをどう演奏するか、皆様と一緒に楽しんでみたいと思います。
グスタフ・マーラーの交響曲第10番アダージュを、クラウディオ・アバード式のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。聴衆の拍手はもう一つ盛り上がらないという感じですが、まあ、大変甘美なマーラーのアダージョだったと思います。このグスタフ・マーラー最後の作品は、先ほども申し上げましたように1910年の作品です。でこれ1910年と言いますと、もうほとんどアーノルド・シェンベルクのピエロ・リュネールなどと同じ時代の作品でありまして、まあ、このアダージョの部分は非常にこう無調的な、ある意味ではこうトーンクラスターというような非常にこう新しい響きが使われているわけです。でこの指揮者によりましてはこうですから、ざわざわとしたこう不協和な響きがその前面に出てくる、そういう指揮もあるわけですが、バードは実にこう巧みなフレージングとアーティキュレーションを使って、非常に透明感のあるマーラーの音像が生まれていたと思います。